将棋の藤井棋王に同学年の伊藤七段が挑戦している棋王戦の第4局の前夜祭が開かれ、タイトル防衛に王手をかける藤井棋王が全力を尽くしたいと意気込みを語りました。私自身もこう面白い将棋が指せるよう全力を尽くしたいと思っています。将棋の八大タイトルの一つ棋王戦五番勝負の第4局が明日行われるのを前に、前夜祭が栃木県日光市のホテルで開かれました。ここまでの対局は八大タイトルを独占している藤井聡太棋王が2勝1分けとタイトル防衛に王手をかけています。厳しい状況ではありますが、なんとかここから巻き返していければというふうに思っております。一方、挑戦者で同学年の伊藤匠七段はまず1勝して初めてのタイトル獲得に望みをつなげたいところです。棋王戦第4局は17日午前9時から始まり、夕方以降に終局する見込みです。